出てますねあ。あ、じゃあよろしくお願いします。ということで、週刊ウニュということで、岩井まさか YouTube からお送りしております。岩井まさかです。よろしくお願いします。そしてお相手は、はい、えー、三好でございます。よろしくお願いします。ここでは、いつも、まあ、動画をどんなに作るか相談して、 えまあ次の週まで作るというのをやっています。よろしくお願いします。あ、そして今日は2021年最後の回ということになりました。あまあ、今までまあ、これで4週目なんで、まあ、それほど2021年はやってないんですけどあ、1年ありがとうございましたということで、じゃあ振り返りに行きましょうね。はい、一旦止めます。はい はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあ、その、はい、3回目の振り返りということになります。ですね。じゃあ、あ<ー>早速再生します。はい。で、これは、色的には、卵のパックの色みたいなやつですね。<laughs> そして、結局のところ、まあ、方向は違いけ、違えど、なんていうか、あれですよね、こう。 3本変えでみたいなやつの動きを繰り返してるだけってことですね。あの向きが変えてるね。そうですね。ここのズームでは動きが滑らかじゃないですけど、の YouTube の方は滑らかなんであの、そちらを見てもらうといいかなと思いますけど。動きが速くなった。はい 色が変わると,、えっと、回し方がちょっと変わるっていう、ねああ。そうですね、回し方が、そうそう、144度のやつがどこに行くかを着目すると、違いが分かるということですが、まあ、簡単に言うと、ここの時は穏やかに回って、うん、次のところが、次の20秒がまあ中間ぐらいでも回って、最後のところがぐるんぐるん回ってる感じになりますね、<laughs> 結局ね。<laughs> はははいはい、はい平均的には。そしてやっぱりどうしても立体的に見えるという。見えますね。そここのところは多分その、青黒に見えるとこは、本当は赤ですね。うん、え青、<ー>青黒、青って見えるけど、そこ、青じゃなくて、多分赤みが入ってるんですけどね、きっと。ええ。ええだと思いますけど。かな 薄いんだよね。本当に<笑><笑>まあ, <laughs> あ、いや、そう思う。こっちは、こっちは赤だけどね。<laughs> こっちは赤を,をピンク、黄色みたいな感じですね。うん、うん、そんな感じですね。赤っていうか、うオレンジ。まあなんか、あのー、目の錯覚というか。<え><す>あいや、そうですよね。ねあ本当にね。うんあの、服が金と白に見えるか、黒と 青に見えるかみたいになりますけどね、あ,れあります、あります。なんか、つまり別に、なんか服だとかいう前情報なくても、多分目の坂は、は起こるんじゃないかという感じ、うん、もしますね。色のか切り替わりがグラデーションで綺麗ですね。ああ、色のグラデーションは綺麗になるようにしてみましたが、実際にはやっぱり YouTube の方で確認してもらうといいですねそうですねー。YouTube in YouTube ではなくて、 で、全部ループに設定すると60秒がきれいにずっと回るようになってますの、ね、おすすめは好きな音楽をかけながらこれを見る,ると。そうですね。まだつけてないんで。<laughs> 音楽はね。あその、はい、音楽はつけてな、ね、い、うん、お好きなのをつけてもていいはい。はい。ということで、じゃあ一旦停止。では、次回のネタを お願いしますはい、えー、っと、これ、あの、最初、なんか岩井さんが、あのーー、一方向に進むような、まあ、クトリム虫みたいに進むっていう話をちょっと、あの、あれシャクトリム虫タイプとは違いますけど、うん、この、そう、波、えー、っと、まあ、左から右に。 この波が波及してくって感じですかえー、あこれ分かりやすくて楽しいですよね、うん。あのー、まあ、その波が起こってるところ以外は動かないっていう感じで、まあ、基本、あの、えー、っと、この列三まあ3列、3列分が変形して、ここまでたどり着くと次の3列が変形してみたいな感じで、ええ、うですね。いう感じですね。 えっと、これを同じ動画にするかどうか迷ってるんですけど、はい、あのー、実はこれ、波を<お>縦、縦と横を合わせることができるということでこれはもはや折り紙のような、<laughs> あれでもなんか重なっちゃってるんですか <laughs> そうそう、あの、もう干渉、ちょっとね、えー、っと、いい角度の時には、あのー、干渉しないパターンもあるんですけど。えー えっと、2の波で重ねちゃうと、どうしてもこうね、あ<れ>あのぐちゃぐちゃ大丈同じ幅ならいや、えー、っと、同じ幅、でも角度がなんかね、あのー、なんでしょう、角度がぴったり、例えば45度、45度の波がちょうど重なると、潰れて、なんか見えなくなっちゃったりすることもあるし、ああなんかこう。 でその潰れないように位そうずらすとなんかこんな感じにもにゃもにゃってなったりとかしてああそうなんかそうなんかなんか全部はまっていけそうな気もするけどそうではなかったとか多分そうですねあのーえー、じゃあこれはもう重なってもいいからただ書くってやつですか、うん、そうそうえっとなんかちょうどいい角度これは45度と30度の波が重なってる ですけどそうすると潰れずにいけるパターンもあるけどこれがだから波として移り変わっていくといろんな角度が出てきて結局多分干渉しちゃうっていうそうな感じだと思いますね、えー、多分多分ですけど本当諦めていいのかどうかがちょっとわかんないね、うん、そこの感傷が、はい、でここに今ちょっと要検討ということ <laughs> 今あのさえっと横は例えば337秒しどん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 で縦が226秒し出てくるとかねああそうですかまあ重なっちゃってるんで色づきはちょっと微妙ですねそうそう色はだからこうねあの背景色をこうしてみるとかまあまあでもい一旦 うん、縦横なしなのをやってみますよね。まあそうですね。これを。えー、はい。これがまずできてから。じゃあ来,来週っていうか、今回のは 4, その,4の1番号が謎ですから。この4の1をやってみますね。はい。はい。じゃあこれで。あ、これで。じゃあまた来週ということになりますかね。あ来年ですけどねあ。よろしくお願いします。あよろしくお願いします。 チャンネル登録をよろしくあ。そうですね。<laughs> チャンネル登録よろしくお願いします。